はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集めろワードレディ、星のカービィディスカバリー。今日もなんか火山ステージやっていくんですけど、エネルギープラント、資源エネルギープラント、なんかここで発電してそうな感じはしますが、やってみましょうか。ちょっとスペースレンジャー持ってきたんでね暑さも大丈夫だと信じてるんですけど、ちょっと来ないで、来ない、強かわいそういや、いいね、威力高いんだよね多分威力よく見やんとなんか持ってきたんで、ちょっと何とも言えないんですけど、となんか手前になんか隠してたりしない、ちょっとよくは分かんないけど入ってみましょうか。来た、お開いた、うん、あ、しまっちゃう、ちょっと待って、トゥーンして、なんか上に何かある、わかんない、あ、なんかここで隠れつつみたいな、なるほどなるほど、そういうなんか潰される前にこういうところでそう隠れつつみたいな、そう欲張ると潰れますよみたいなそういうギミックっぽいね。そう、ほいほい、欲張ると潰れるよ、危ない、ちょっと欲張ると潰れるよ、ちょっと体現しそうやったんですけど、なんとか突破して、でファイヤーいただいていきましょうか。ファイヤードラゴニックファイヤー、よし、で、ちょっと待ってよ、一旦待ちからの開きます。ちょっとそこの間あるぞ、ちょっと待って、間あっつ、ちょっと間あるけど、そこの間狙い撃ちでちょっと振ってくるのズルなんだなで、こっち来る、ちょっと待って、あっつ、ちょっと待って、だからその敵を先に倒しなさいよというところで、左はなんかいけそうな顔してダメみたいなそういう空間、あれ、ちょっと待って、これ何、敵やん、ちょっとアイテムやと思って拾いに行ってしまった。で、どうしようかな、もらっていく、ちょっと一旦ハンマー持って、そこの上さ、なんか乗れそうじゃない、あ、ちょっと潰しちゃった、ダメか、ちょっと待ってよ、こう乗れないね、乗れないっぽいので、コーヒー3杯で眠気覚まし、あー、コーヒーが手に入るよと、かち、ちょっと待って、あ、それはあれか、1回きりなので、もうここ急いで抜けろと。ちょっと待って。ちょっと待って。あー、死んじゃう、ぐーちょ、ハンマーも失ったし、ちょっと終わったわ。ちょっと待って、それさ、なんか、吸い込みでいけるっけ、あのボックス。ちょ、わからん。わからんけど、ちょっと待ってよ。今行きますよ。今行くべきやった。ちょっと、吸い込みます。吸い込みで、危ない、なんとか抜けた。で、ワドリーがそこにいるので、都合入します。で、上に乗りました。なんかあんぞ、こっち。待って。こっち何？お、隠しツール。おー、すごい、お宝。制御室へ侵入せよ。やったぜ。からの何を隠してるかな？カプセル。まあ、何が出るか、お楽しみといったところなんですけど、こっち来て、また戻りましょうか。で、なんか高いところをちょっと陣取ったし、なんか手前高いところ行くと何かある説あー、ちょっとこれ高度足んなさそう。いや、そんなことないぞ。ぐっ、ちょっと待って、これさ、ここ乗ると何が起こるそう、なんか期待してますよ。何もなかったただ寄り道しただけでした。で、こっちから抜けていきましょう。はい。で、奥進みます。今、なんか手前に何かあった説ない？いや、なんかね、ああいうところに、なんかね、そう、なんか隠しそうみたいな。ちょっと待ってよ。そこの上さ、乗れんじゃん。なんか、なんとなく乗れる気がする。ふわ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 。お、来た！やったぜ！やったか！やりました！勝ちですね、これ。あ、ちょっと落ちちゃった。ちょっと待ってよ。これ乗り継いでいくと何か。またそういうのちょっと見つけようとしてるみたいなところあるんですけど、こっち来て、手前で、こっち乗ります。あ、そう、下手。あー、でもそこにかけらがありますか。なるほど。とで、このまま飛んでいこうとすると乗れそうっていうか、なんか普通に乗れそうね。なら、ちょっと待ってよ、もらっていくか。かけらゲット、吸い込みます。よし、で、コーヒーで眠気覚まし OK。何もコピーはないですか？なさそう。乗れるね、普通に。じゃあ、まあ。そんななんか別に珍しいもの、ちょっと待って。
そう、そいつ強いんだよな、コピー。確か吸い込めないね、吸い込めないですね。で、フンってする。よし、オッケー。今です、取り抜けます、オッケー。からの、そこ、あーっていうか、そういうギミックあるなんなら。高いところに隠してますよと。ちょっと今、ワンテンポ待ち。ワンテンポ待ちして取ります、オッケー。あと 1? そ、隙間、ワニャワニャ聞こえる。ちょっと待って、ファイヤーいる。ちょっと、ファイヤー欲しい。ファイヤー欲しいんだけど、ちょっと待ってよ。あーつー吸い込みます。オッケー。で、今待ち、待ちです。待ちました。入ります。入りました。で、そこのワドルディの部屋が開きますんですよね。開きますですね。よし。入ろう。お待たせワドルディ。結構待ったでしょ。ちょ、寄り道してたからね、今回。で、ファイヤーして、そ、熱っ、ドリンク。ドリンク助かる。ドリンクでかい。で、シャツオさんが手前奥それぞれ打ってくる。ちょっと待ってよ、ここなんか行けなさそうでした。なんかね、隙間があると行けると信じてたんですけど、ちょっとダメっぽかった。ちょっと待って、危ない。こっち向き、そこは多分全部ぶっ潰しですよね、多分。ふっ、なんとか抜ける。そこどうすんの。待ってよ、手前に何かある。待ってよ、ランタン。あー、なるほど、これでなんかいけるようになりましたよ。よし、今だ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 。ちょい待ち、ちょい待ち。よし、今です。5、ちょ、コイン全然取れてない。哺乳瓶で、上に上がれるようになってるので、ここから上がりましょう。で、待ってよ、ちょ、全然上がれない、ちょ、全然上がれない。ちょ、だんだんそのこっちのジャンプ力も上がっていくけど、足場の高さも上がっていって、ちょっと全然上がれなかった。で、なんか隠し部屋あんぞ。その周りになんか隠してない、大丈夫。とりあえず入ってみましょうか。来た。お、導火線。ここで、ファイヤー使え。ちょっと待ってよ。どういうあれかは知らない。どういうあれかは知らないけど、ちょっと、なんかハマってた。ちょっと火つけるか。火つけて、フォーバルでしょ、これ。フォーバルして、で、そこの導火線避けつつ。あー、そういうルート。ちょ、これむずいよ。ここぐるりんぐるりんダンス。あ、ちょっと待って。引っかかった。積んだ。積んでない。積んでない。よし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 。で、吐き出して。待って。間に合いますか。はい。今からでも入れる保険ありますか。あります。よーし。で、ぶっ壊して、ワドルディが。また捕まってる。よし。今回はでもあれですね。全然、ワドルディ見落としなく。これてますね。で、多分、うん、どうだろう、コーヒーとやらも順調に多分取れてると思うの。お、ちょっと待って、そっちなんか入れそうやった。ちょっと待って、入っちゃった。なんか左あんぞ。そこにコインがあるという。ちょっと待ってください、待ってください。ちょっとここでふわふわしときます。入りますよし。お、来た。スリープの能力を進化できるディープスリープの設計図を手に入れた。それさ、なんか回復量増えるけど、寝てる時間長いから、なんかギミックとしてなんかさらに厄介になる説が、っていうかその説しかちょっと頭の中浮かばなかったんですけど、ちょっと待って、何かが迫ってくる。ちょ、それはやばい、それはやばい。ちょ、とりあえず抜けていこう。壊していく方がいいの。わかんないけど、コーヒーよーし、コーヒーしばいて、で、降りていきましょう。ちょっとそっちのトゲも来ますよ。ちょっとデカブー、株出すのやめて。ピエピエ。よし。で、そこにカプセルがある。いただいていきたい。ちょっと、カプセルよりもさ、そっちの頬張りの方が欲しい。ふっ。頬張る。よし、ぶっ壊して降りましょう。で、待って。あー、いた。そっ。危ない。おら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 。ちょっとなんか隠してる説。こ、あそこが攻撃が降りてしまった。せっかくカンカン持ってきたのに、マジで。こんな上がる術はないですか。なさそう。あー、なんか上のマップがどんどん潰れていってるし、ワドルディが助かりませんでしたね、あれは。また見えてるのがちょっと悲しいね。今しゃあない。ちょっと持っていくか。これ持っていくと何かいいこと、わかんない。あー、ダメそう。え、ちょっと待って。おー、ちょっと待って。もじもじくんか、これ。やばい。ドスコイの壁始まった。ふっ、なに？フォーバル。
そっちじゃないんです、やばい、ふっぐーげーじそう、ズルズルズルではないんだけど、ズルこれさ、別に頬張ってる必要なかった説、三角、次三角が必要、ここで捨てます、頬オーバーをして、でそっちの足場が来てくれる、来てくれます、入ります、よし、ふっ、なんとか生きて帰ることはできた、生きて帰ることはできた、ワドルディは助からなかったまあでもまた今度助けに来るからね、待っててよワドルディいやー、まさかね、あそこ穴開いてると思わんかったっていう感じなんですけど、まあしてやられたではありますが、まあ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 、なんとか、うん、なんか2人ぐらい助かってないけど、なんならみたいな、一度も挟まれない、あー、そういうのもあったのか、一度も挟まれない、あそこハンマー失ったタイミングでね、挟まれちゃいましたもんね。かわいい帽子のフロストアイス、吐息をふうふう吹きつけて、次々生まれる雪だるま、あらあら、お顔がそっくりさんだ、あー、そういうこと、帽子にそっくりといや、あれ器用に作ったな。あとは回転スターロケット、これも危ないよね、まあ危ないものという認識しかない、あれ本来は多分ね、乗って楽しいやつのはずなんだけどね。でソードカービィ、うん、これは2個目ですね、よし、まあまあまあなんとかいや明確にね、明確に1人見落としてるのはあった、1人見落としてるのがあったけど、ちょっと5人目は分かんない、ちょっとどっちが4人目でどっちが5人目かはちょっと分かんないんですけど、幹部召集、ちょっとそれさ、あれじゃない、コロシアムじゃない、実質 それは体勢をしっかりと立て直してきた方が良さそう。でトレジャーロードが追加されますよと、よし、ちょっとね、なんか不穏な不穏なマップが追加されましたが、次回はね、あちらのマップ行きたいなと、で体勢をちょっとね立て直してこようかなと思いますので、また次回、またね体勢立て直して、幹部集結かなやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。